DNA です。江本さん、見どころお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はね、岡本がいないんで、そうですね、まあ、巨人打線がちょっとポイントアップが変わったんですよね。はい、だからまあやっぱり試合はどうしてもそのポイントアップかどうかなというあたりでしょうね。はい、はい、それでは試合をご覧ください。このスタジアムでジャイアンツの主催試合が行われるのは初めてになります。ジャイアンツの先発は戸郷、ベイスターズは1回2アウトランナーなし、3番佐野、右中間を破るツーベースヒット、ベイスターズが2アウトランナー2塁と先制のチャンス、4番ソト、ここはスイングアウトの三振、ベイスターズは1回0点に終わります。ベイスターズの先発はロメロ、ジャイアンツは1回吉川ヒット、ワンアウト1塁で3番ポランコ、痛烈な当たりはセンター、ワンアウト2塁1塁、そして今日は岡本が欠場で4番に入った坂本が打席を迎えます。この当たりショートヤマト取れません。記録はエラー。ジャイアンツが1回に1点を取ります。ジャイアンツは2回2アウトランナーなし、そして2塁ランナー戸郷、バッターボックスは1番吉川、センター前のヒット、戸郷が懸命に走って最後はスライディング、吉川のタイムリーヒット、ジャイアンツが2対0とリードを広げます。2点の援護をもらった戸郷、ワンアウト2塁、そしてバッターボックスは梶原、ドラフト6位ルーキー、プロ初出場で初スタメンです。第1打席は三振、第2打席初球見事にフルスイング、打球はスタンドへ、梶原プロ初安打が同点ツーラン、ベイスターズが2回に同点とします。追いつかれたジャイアンツは3回ワンアウトから坂本ヒット、バッター5番の丸、追い込まれていましたが痛烈な当たりライトポール際、丸の第4号ツーランホームラン、ジャイアンツが4対2と再び勝ち越します。さらに中島デッドボール、ウォーカーもヒット、2アウト3塁2塁、そしてピッチャーの戸郷、ここは自らを助けるバッティング、センターへのタイムリーヒットで2人が生還、6対2とジャイアンツ4点リードに変わります。ベイスターズはロメロは3回で降板、4回からピッチャーは入江、ワンアウトからポランコヒット、そして4番坂本、この当たりがレフト前、ジャイアンツは連続ヒット、この後丸が倒れてツーアウト、バッター6番中島、打球が伸びました、センターオーバーフェンスダイレクト、あと一伸びでホームランという当たりでした。中島の2点タイムリーツーベース、これでジャイアンツは8点目、この後7番のウォーカーにもタイムリーが飛び出します。そして打席には地元沖縄出身大城、このチャンスを逃しませんでした、右中間へのタイムリーツーベース、ジャイアンツが4回までに10得点を挙げました。大量援護に守られて戸郷は5回のピッチング、ワンアウトから梶原関根に連打を許します。そして3番佐野、この当たりがライト前、佐野のタイムリーヒット、この回戸郷は1点を失います。なおもピンチに4番の外、ここは三振、さらに5番宮崎、サードへの内野ゴロ、この回を1点で切り抜けます。
6回を3人で抑えた戸郷、7回のマウンド先頭バッターにフォアボールを与えます。そして1番の梶原、ここも思い切って初球から打っていきます。センター前のヒット、プロ初出場で梶原この試合3本目のヒット。このあと2アウト1塁3塁、ここで4番の外、見逃しの三振。戸郷は7回3失点で2勝目を投げました。ご覧のように10対4でジャイアンツの勝利。ジャイアンツは今シーズン最多の15安打10得点で快勝です。そして今日2安打を放った坂本はジャイアンツで2133安打、これは阿部慎之助を抜いて球団単独4位に浮上しています。昨日体調不良でベンチを外れた岡本選手、今日は試合前に練習に参加したんですが、結局今日もベンチには入りませんでした。その巨人の先発はメルセデス。立ち上がり先頭バッター梶原を打ち取って、バッター2番の海老名、ワンエンドワンから3球目、外のボールをうまくセンター前に運んでワンアウト1塁、3番佐野のレフトフライ2アウトで外の2球目、海老名が盗塁2アウト2塁、ワンエンドワンから外3球目、うまく右に持っていきます、ライト前のヒット、この当たりで海老名がホームを組んで DeNA まず1点を先制。主砲のバットでまず DeNA が先手を取りました。その DeNA 先発は東、立ち上がり吉川とポランコが内野安打2本、ワンアウト1塁2塁でバッター今日も4番の坂本、ノーボールワンストライクの2球目、ライトの前へ運びます。これでワンアウト満塁、巨人がたちまち同点逆転のチャンスを作って、バッター丸はショートフライ、ツーアウト満塁として打席勝負強い中島、初球高めのボール打ち上げました。これはまだ明るい上空に吸い込まれてライトフライ、巨人同点なりませんでした。東踏ん張りました。今度は3回の巨人、ワンアウトから若林がライト前、打席先ほどヒットのポランコ、珍しく反対方向レフト前のヒット、ワンアウト1塁2塁、4番坂本ファーストファールフライ、ツーアウト1塁2塁となってバッター好調丸、ツーボールから3球目、甘いチェンジアップをライトへ、これが2試合連続リーグトップ第5号逆転のスリーラン、3対1巨人2点のリード、打点も13リーグトップに立ちました。その直後4回、ワンアウトから DeNA4 番の外、ワンエンドワンから左中間、これはフェンスダイレクトツーベースヒットになりました。ワンアウトランナー2塁、続く宮崎フォアボール、そして大和がファーストファウルフライでツーアウト1塁2塁、バッター5投手沖縄出身7番の峰井、ノーボールワンストライクの2球目、渋くセンター前へ運んで、この当たりで外がホームを踏んで3対2 DeNA1 点差に詰め寄ります。その直後巨人はウォーカー大城連続ヒット、メルセデス送りバント失敗、吉川が見逃し三振、2アウト1塁2塁でバッターボックス若林を迎えます。ノーボール2ストライクの3球目、フラフラッと上がった当たりはショートの頭上を越えてレフト前のヒット、この当たりで大城がホームを踏んで4対2、再び巨人が2点差と突き放します。今度は6回の表の DeNA の攻撃、先頭外ライト前今日3本目のヒット、ノーアウト1塁、迎えるバッター5番の宮崎、ワンボールツーストライク追い込まれたんですが、引っ張った打球は三塁線ギリギリを破っていくツーベースヒットになりました。ノーアウトランナー三塁二塁、ここで原監督メルセデスからピッチャーを畑にスイッチ、その畑が大和をピッチャーゴロに打ち取ってワンアウト、バッターボックスは峰井、先ほどのタイムリーに続いてここも後藤翔峰井がライト前タイムリーヒット、外を迎え入れて4対31点差に詰め寄ります。続く代打藤田ピッチャーゴロで2アウト2塁3塁、打席代打の太田、ツーボールツーストライクから三振、畑が1点差どうにか踏ん張りました。4対31点リードの巨人は8回、好調桑原がマウンド、ツーアウトからランナー2塁のピンチを背負うんですが、バッターボックスは今日タイムリーヒット2本の峰井、
初球ショートゴロ、これは正面でした。桑原がピンチをしのぎます。そして1点リードの9回となればもちろん守護神ルーキーの大勢がマウンド。この日も簡単に2アウトを取って、バッター昨日4安打を放っている梶原、ワンボールツーストライクから空振り三振、ゲームセット4対3、巨人1点差を守って、大勢は巨人の新人セーブ記録を更新、8個目のセーブを飾りました。巨人は初の沖縄主催ゲーム連勝を決めております。メルセデスは開幕3連勝となりました。ヒーローは